これがですね、お料理に関して最後の質問なんですけれども、プロの料理人にとってレシピの存在とその価値とは何でしょうか？レシピってあくまでもレシピだからね、その作る人によって全然違うし、まず本領通り作ったって絶対うまくいってない、はい、例えば火加減じゃなくてもとか、どんくらいにするのとか、やっぱりその、学校じゃないから、何が何グラムとか、やっぱりそれをやってると、その自分のその料理のスタイルができないと思うんですよ。まあ、やっぱりこう、塩梅って言うけども、じゃあどこに塩を入れるんだとか、まあ、そういうことをこうやっぱりこう体験の中からやっぱりこうきちんと理解して使ってることがやっぱ大事だと思うんですよ、ね。もうリセットというのはね、本当にこう最たる料理にはやっぱりリセット書かないんですよ。あ、そうなんですか。書かないんですよ。あくまでもそれはもう目安であって、そこからだからそのお客さんに提供するまでの時間とか火加減とかで計算するのはやっぱシェフなんで、レシピはあくまでも、レシピだと思うんですよ。じゃあレシピの存在とその価値とはあくまでもレシピってことですか？そう、要はね、例えばその、僕78なんだけど、はい、78になって、と思う人と、いや、単なる数字だよと思う人とはやっぱり違う。俺は単なる数字だと思ってるんで、まあ、レシピもあくまでもレシピ、まあ、基本はレシピだけども、でもそれをその正直に表現したって自分 の, そのスタイルを絶対できるわけじゃない。そこから先はもう本当に舌の感覚、頭の感覚、光に、どんどんやめる強いことがあって、そういうのがやっぱり大事だと思うんですよ。だから本当にこうレシピ通りに作れば料理人より良いです。なるほど。じゃあもうプロの料理にとってレシピの存在とその価値とはレシピっていうことですか？そうですね。それはレシピ、あくまでもその人が作ったレシピなんで、まあ、それを参考にすることは多いに結構だけど、それが全てじゃない。なるほど。全てじゃない。そうそう、レシピの存在もその価値もそれが全てじゃないということですね。僕はそう思います。はい、ありがとうございます。というわけで料理についてのお話をお伺いしてまいりました、はい、ありがとうございます、はい、では